おはようございます、失礼いたしますとともにですね、お疲れ様です。今回はですね、これまでいろいろと動画を上げてきたんですけども、今回はまた別枠でね、ちょっと雑談事をしていきたいなと思っておりまして、今回のね、ちょっと雑談事なんですけども、写真について、写真について私個人のね、お話をね、ちょっと話していけたらいいなと思ってるのと、で、誰もがね、レザージャケット、レザーブーツをですね、買ってですね、誰もが経験すると思うんですよ。で、私個人なんですけど、若い時にですね、ブーツ買うんですよ。ホーキンスとか、チピアとかですかね。なんかね、あとはヴィンテージの、エンジニアブーツも買ったと思うんですけども、レッドウィングもね、買ってるんですけども、写真が出るんですよね。で、その写真がですね、最初はね、いいんですよ。ちょころっとね、出てきたらね、本来の皮がね、本来の皮の色が出てるんだってね、思うんですよね。で、いろいろ調べたら、ホースとか、いろんな、エイジングとして出てくるんですけども、それがですね、最終的にはもう茶色くなってくるわけなんですよね。で、茶色くなってきますと、もうマジックでね、塗っちゃうんですよね、もう。うん、で、マジックでもう塗ってもキリがないということでですね、もう、リペイントの、修理屋さんの方行きましてですね、黒く塗ってくださいと。黒くリペイントしてくださいと、全部ね。もう全部黒く塗ってくださいと。というようなね、ことがあったんですよ。それでもですね、やっぱり出てくるんですよね。で、その写真についてですね、私はですね、結構苦戦しました。なぜ出てくるのだろうかとか、材質は何なんだろうかとか、レザーっていうものはどういうふうに染め上げて、どういうふうな工程でですね、やっていったのであろうかとかいうのをですね、勉強させられたんですよね。で、写真が出、どうしようもないんですよ。リペイントをしたとしてもね、もうどうしようもないんですよ。うん、で、それがですね、望ましい方と望ましくない方、必ずおられると思うんですよ。で、ワコマリアとなんかスタッツ入ったウルゼットかな。ライダースジャケット、あれ最初真っ黒だったでしょ。で、ちょっと動画でいろんなところにね、載せたでしょ。動画のところでいろんなところ載せた時にですね、写真出てたでしょ。ああいう風になってくるんですよね。それをね、味として捉えるのか、ファッション性として捉えるのか、両方の面あると思うんですけども、私個人ですよ。私個人はですね、やっぱ写真は出てほしくないっていう気持ちの方が強いです。やっぱ黒は黒で、いてろと。黒は黒でおっといてほしいというようなね、ことなんですけどもね。で、なかなかね、それでですね、カーコートとかもそうですね、使っていくとやっぱ当たり出る部分は茶色く出てきますね。どっか当たったり擦れたりとかね、しますと。で、そういったね、面白みもございますし、味とも言いますし、ね、で、それをブーツでもそうですね。オイル通して綺麗にしたら、もう色、グラデーション的な感じでですね、楽しむことできるんですけども、やっぱりですね、黒は黒でいてほしいっていう気持ちは私はですね、そっちの方が強いですね。今回もですね、何を言ってんのこの人みたいなことをですね、になるかもしれませんが、コメント欄にね、写真を好む方と、好まない方と、
何かしらね、コメント欄で書いていただけたらね、助かるんですけどもね、写真が大好きだっていう方もおられますので、またそういったコメントもお待ちしております。なかなかレザージャケットに、レザージャケットとかね、ブーツとか全くね、若い時って分かんないでしょ。メーカーでもそうなんですよ。いろんなものに手出してですね、見ていくんですけどもね、若い時に、ね、そうだったんですよ、若い時は。だから本来の川のね、おそらくホースが、ね、おそらく写真出やすいと思うんですけどね。で、やっぱり なんかね、その写真がね、出てき始めてきたらちょっとね、でももうそれもね、味なんですよね。デニムと一緒なんですよ、結局はね。当たりが出るとこ、まあ、剥げてくるじゃないですか。色落ちしてくるじゃないですか。そういった形でですね、楽しむのもね、デニムに限らずですね、レザー関係もそうですよね。だから昔のレッドウィングはそうですね、現行、そうですね、昔のものは写真出るんですけどもね、現行のものはまあ黒くなってるんですけども、やっぱり昔のものは特にそうですね、茶色が出ますね。まあそれをまた利用してですね、楽しんでいくんですけどもね、だから私はですね、やっぱりもう写真が出たらやっぱり黒くリペイントしてですね、また再リペイントしましてですね、使うようにはしておりますね。で、ちょっと今回ちょっと長々となったんですけども、写真についてのことについてですね、雑談事をしてみました。でですね、また私物紹介をまたしていきたいと思っておりますので、ちょっと雑談事もね、ちょっと挟みながらですね、何かそういった語っていければいいなっていう部分とですね、またそうですね、語れることは何か雑談ごとで、処理してですね、動画としてアップしてですね、処理してですね、やっていこうかなと思ってはおります。それではですね、今回はこれにて失礼いたします。今日も一日ご苦労様でした。本当にありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。なかなかね、写真がね、単車とかね、持った時にですね、別にそこすらね、全然構わないですよ。でも、街中ね、歩く時にですね、やっぱりもう、ね、使い込んだような、もう、ほんまにもう全部黒が抜け切ったような写真が出てですね、本来の黒じゃないようなね、ものぐらいまで使った場合ですね、どうなのかなってちょっと思ったんですけどもね。だからそうですね、そうですね、まあ、話は戻すようですが、私はもう再リペイントでまた黒く塗りつぶすんですけどもね。それでは失礼いたします。ありがとうございました。